焼けファイヤグループアワビの闇。皆さんこんにちは、トミクです。やりたいなっていうことがあって、アワビあるじゃないですか。アワビっていうのはカタツムリみたいなの貝なんですけど、まあ皆さんご存知の通りで、有名なのは炭火焼きとか網の上で踊り焼きするよっていうのが結構メジャーなんですよ。今回ですね、そのアワビの踊り焼きをしたいなと思いまして、アワビをですね買ってきたわけですよ。アワビをねこうやってペチンってやるとこうキューってなるんですけど、ちょっとまだキューってならないんで、ちょっと寝起きですねっていう感じなので、そのアワビをどうやって焼くのかっていうと、サムネイル通りですよ。過去にアジとかでやってるんですけど、このマッチをですねこんな感じで敷き詰めるんですよ。敷き詰めてこのマッチの木の部分で焼くっていう手法ですね。このやり方っていうのは持続的に炎がボーって出るんじゃなくて、瞬間的な火力なんですよ。一瞬の火力がボワーってこう包み込むんですね。炎が一瞬の高火力でバッって焼いて火がボーっと収まる。アジはそのアルミホイルを巻いたんですけど、アワビはですねアルミホイルを巻く必要はないんですよ。なぜならそうアワビだからです。まずはマッチのセッティングやっていきたいと思います。前回どうやってやったら結構ね難しいんですよ、マッチの並べるやつって。もともとはこの外国とかでやられてる手法なんですね。マッチを並べて焼くっていうやつなんですけど、こんな感じでね揃えたい。おー、これを、何個かやっていくわけですね。輪ゴムで止めてたら意外と簡単にいけるんじゃないか。40本だ。1箱40本入りですね。意外と多い。マッチよりの少女とか発狂だろうね、こんなもん見たら。あー、1本売るのにみたいな。あ、そんなに買っていただけるんですか。買うよ。俺が、ま、近くにいたらマッチよりの少女からもう大量に買うよ。買ってあげるよ。餓死するぐらいなら俺がね動画の値段のためにマッチ売りの少女からマッチを買う。1本いくらなんだろうね、マッチ売りの少女って。マッチ1本単位で売れんの、めっちゃコスパ悪くね。俺なら1箱にしちゃうな。50本入りぐらいで売っちゃう。アワビを買った時のインスタライブで話した内容なんですけど、そうチャンネル URL がジントミックっていうやつで、もともとはその友達とやろうで作ったアカウントだったんですよ。本当はバックれたんですけど、その友達は、その友達最近ね YouTube チャンネル作ったんですよ。公務員になったのかな、結婚して一軒家建てて子供がいますみたいな今なんですけど、2年3年ぐらい前か LINE が来て、多分俺のネットの記事見たんでしょうね。なんかこのトミック DV してるよみたいなデマなんですよ。もう記事を見て、親友としてお前に言いたいみたいな、付き合う人を大切にし、そして結婚を考えるなら同棲はしておいた方がいいぞみたいな、お前どっからやねんみたいな感じの LINE 送ってきたんですよ、急に。俺も同棲をして子供のことを一番に考えて、え、うざーって思ったんですよ。その人趣味はレーシングゲームなんですよ。一軒家を買って自分の書斎になんかこうすごい据え置きのなんか作ってるんですよ、自分で。すごい俺はその自分の時間を犠牲にして家族に費やしてみたいなこと言ったけど、多分俺そんなゲームする時間ないぜみたいな。レーシングゲームのなんか YouTube チャンネル開いて、プライドが高いんでしょうね。なんか俺はこんなんだから結構逆にプライド高い人をこう引き寄せちゃうのかな。 LINE で家族サービスのためにプライベートの時間を削ってるみたいなこと言ってきたのに、なんかめっちゃ自分の趣味に時間使ってなんかレーシングゲームのなんかそういう据え置きのやつを作ってるみたいな、 Twitter とかでもめっちゃ上げてるんですよ。改造したみたいな、お前時間があるやんけみたいな、俺の趣味なんだっけみたいな。 YouTube 始める前とかは漫画集めたりとかゲームとかすげえやってたんですけど、 YouTube 始めてから漫画も集めなくなったし、ゲームもやめましたね。やるときとことんやるんですよ。なんか他の YouTuber の方にもかなり驚かれるんですけど、やるってスイッチ入ったらめちゃめちゃやるタイプの人で、モンハンとかもすごいやるし、ポケモンとかもすごいやってた、やり込みゲームじゃないですか、もう基本あれって。マッチはね、全部使うことができました。意外とちっちゃいようで結構ある。これ何本分ぐらいだろう、2000本ぐらいはあると思います。意外と1000本がねちっちゃいんですよ。うわ、2匹とも元気だね。どうしようかな、ほらこうやってピチンって叩くと、チュッチュッ縮むでしょ。これはもう元気なアワビの証拠ですよ。アワビを目利きするときはもうこれが大事らしいです。アワビちょっと海水につけてたんで、ちょっと殻をねしっかりとここで拭き取っときます。ちょっと窓開けてもらっていい、そっち。え、窓開けてもらっていい。何開けて。え、
動したサワガニ。焼け、ファイヤー。焼かれている。あ、すごいね。これ、もうすごくね。アーピーがすごい。おお。いや、マジで換気扇とね、そういう、なんだろう、あの窓は絶対開けましょう。え、めちゃめちゃうまそうじゃないか。火災報知器が鳴ってしまうんでね、ちょっとね、怖かったんですけど、意外と、めっちゃこもってんで、火。でもこれ、アルミホイルで、外こう、あれじゃ崩れないように、包んだんですよ。やっぱそれがね、良かったのかもしれない。外から高火力でブワーって焼くのがいいんですよ。焼けました。もうなんか、燃え尽きてる。マジ燃え尽きたアワビじゃん。うわ、生の方のもう疲れてるね。でろーん、僕はまだかなーって言ってる。これはもう焼き終わったやつですね。じゃあこれ外して切っていきましょう。生で食べるのでここにね汚れがついてるんで、これはちょっと落としちゃいます。スプーンで一気にね、こう貝柱ここをね剥がしちゃうわけですよ。それは意外と余裕でねいけるんで。生きてるけど貝殻がないよーって叫んでるアワビです。アワビの刺身の場合は歯ごたえがすごいのでコリコリするので、かなり薄く切ってあげます。前にショート動画でセイコガニを中身をすするっていう動画を出したじゃないですか。でそこのコメント欄で、人間に置き換えるとみたいなコメントすごい多いんですよ。人間に置き換えるとね、つまり腹を裂かれてなんちゃららみたいに言うけど、アワビの方がやばいで。肩甲骨剥がされてスライサーかなんかね、ウィーチュシ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 ュンって輪切りにされてるようなもんですからね。でこうお皿にこう輪切りにされた人をこうやってディーってなってるようなもんだからね、これの方が。踊り焼きしたものとお刺身でいただきたいと思います。いや意外とねすぐ焼けて、マッチのやつはやっぱ最初にこう火力でもうブワーって燃やすんで、やっぱいい感じに全部火が通ってるんですよ。いただきます。一気にこう最初高火力で焼くんで柔らかいんですよ。そしてグロテスクな方の刺身、あ、ちょっとこうほらキュッてなってるんで切られて、いただきます。うん、まあ、アワビの刺身は相変わらずって感じですね。今回はですね、マッチでアワビ焼いてみました。思ってた以上に大成功でした。という感じで、皆さんのやるときはね、換気扇とか、外でやるのがいいですね。庭とか、水とかバケツを汲んだものを横に置いといてやりましょうということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオになったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。